バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信してます、シンガーソングライターの陽子です。本日2021年1月7日夜8時30分より始まりましたバニラスカイ。毎週木曜日この時間は陽子が皆さんと音時間を過ごすというね、機会をいただきました。本当にありがとうございます。ありがとう、ありがとう。今日はですね、サウンドプロデューサーの石井さんと一緒にねバニラスカイお届けしたいと思います。こんばんは。こんばんは。聞こえてるかなね。実はね、FM ギノワンのスタジオに伺って生放送とかでね、そうお届けしたいっていう気持ちがめちゃくちゃあるんですけれども、こういうね大変な時期ですし、何よりもね、そう早くね皆さんと音時間でつながりたかったので、ちょっとね今回はしばらくはね収録したものをこの時間にご一緒するという形になりますが、ぜひねリクエストとかね、いろいろメッセージとかお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。そしてね、陽子この収録の模様も YouTube で発信します。陽子のオフィシャル YouTube は YOKO 陽子鹿児島とかでね、 SNS もねこの陽子鹿児島でヒットしますんで、ぜひご覧ください。もちろん FM ギノワンさんの YouTube でも収録のこの模様はねご覧いただけますので、そちらもお楽しみにお願いいたします。もうね、石井さんとねテイク何したかわからんもう恥ずかしいんだけどね、初めてのラジオだから喋るのが苦手でね、30分ずっと歌っとこうかなって思ったんだけどそういうわけにもいかなくて、そうもうね何回も回しながら練習しながら、どれが使われてるかわからないくらいの回数を重ねながら第1回目をお届けしております。温かい目でお聞きくださいではですね、このもう初回からハッピーたくさんな陽子がね、まず1曲目お届けしたいなって思った曲はフォースシングル2019年7月にリリースしましたラブレターズという曲をお届けしたいと思います。私自身がですね、中学校、今年はねもう2年生になる娘とのね毎日を綴ったラブソングだったんですけれども、ぜひねライブの時、そしてご自宅で聴いていただいたりとかね、この曲を皆さんがご一緒していただける時は大事な方を思い浮かべてお聴きくださいっていうメッセージを添えてます。今日も皆さんにお届けするこのラブレターズ、大事な方を思い浮かべてお聴きいただけると嬉しいです。ではお聴きください、ラブレターズ。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続いてく明日
かがでしたか？優しい曲でしょって自分で言う優しい曲なんかね、いつも応援してくださる方々のねメッセージ、ま、今ねちょっと代弁したんですけれども、いつもねいただく言葉をね使っちゃったけどさ、なんていうのかな、こう改めてラジオっていう形で自分の曲をお届けするってなるとね、一番最初にね、私こんなに歌下手だったっけって思ったのいや本当にね、いきなり そこかって石井さん思ったと思うんですけど、あのね、衝撃発言、衝撃発言だね。いやね、私こんなに歌下手だったかなと思って、最近ずっとライブだったりとか、毎月1回はね、あの鹿児島のテレビ局のスタジオから生配信ライブをしてて、ライブの自分の歌声と真摯にこう向き合ってたんですよね。で久しぶりにね、この1年近く新曲は出してないんですっけ、まあ、10ヶ月ぐらいか、で新曲のレコーディングをしてないからか、 CD で聴いた時の、まあ、完成した音源の自分の声聞いた時にね、ちょっとなんか残念になってさ、今の自分が成長してるって感じたと思うんだけど、なんかね新曲を作りたくなりました。うん、久しぶりにやりましょうやりましょうね。いや英語の曲をね作りたいって思ってて、そうそう、だからやっぱ世界中に発信してるからね、大好きな鹿児島とか大好きな日本の文化をねこう発信するっていうのは、もうなんていうのかな、もう素晴らしいことだし必要だと思ってね、石井さんと一緒にこう音楽発信してたんですけれども、そこでねやっぱ英語の歌詞で自分の気持ちとか伝えたいことをね歌声と一緒に発信していくっていうのをちょっといいなと思ってたんだけど、ないがないがね自分の歌声の上手じゃない感じにもうびっくりしちゃってさ、やっぱね歌います、もっともっと練習して、もっともっと多くの方に聞いていただいてね、ちゃんとねジャッジしてもらえるようにね、そうやっぱね曲を、新曲をね発信し続けないといけないんだなって、うん、活動6年目なんですよ今までね。歌下手って言ってますけど、シングル4枚ミニアルバム1枚出してるねしかもね、あの去年の3月にはねフルアルバムって初めてのアルバムをね出したの。そうでね、私がねあのバニラスカイっていうこの番組名にもなってますけど、バニラスカイミュージックっていうね音楽屋さんのね、そう名前をね屋号を持ってね活動してるんですね。でそのバニラスカイミュージックからもコンピレーションアルバムをね2枚出してて結構ね結構音時間発信してるんですけどね、今日ね石井さんと打ち合わせをしてたね車の中でね聞いてて、自分の声をねこういう歌い方を昔の私はしてたんだなとか、あ昔の私はこの歌い方良かったな、だけどライブで今こう歌ってるな、だってこう聞かせたいからとかがねやっぱいろいろ見つかったのね。なんかねその時その時でいろいろ変わってくるし、そうそう、やっぱりその時その時でねいろいろ変わってくるしって今おっしゃったその言葉に救われる救われる救われる、まあ、救われますけどね。まあとにかく新曲でリベンジしていきたいと、うん、うん、たくさんねたくさんね、いただきたいもんね。そうですね、うん、そうですね、うん、なんかね、また変な発言をしますけどね、私ね本当に喋るの下手くそなわけでね、私のことをね昔から知ってくださってる人とかはね、なんで陽子がラジオって思ってると思うんだけどまあいいじゃんね、いいのよ、だってねそう得意なことも苦手なこともね全部つながってるから、そう、その先に何かがあると私は思ってるし、そのねいろんなことをね経験して歌声も深みが出てきたり、選ぶ歌詞もね
すごくね、こだわったりとかね、つながってるからいいんじゃないかなと私は思ってます。うん、ということで本当にね、このバニラスカイ末永くよろしくお願いいたします。ではですね、2曲目お届けしたいなと思います。この2曲目はキス&ハグというね、去年3月24日にリリースしたばかりの初めてのフルアルバムよりねお届けしたいと思います。このキス&ハグはね、タイトル曲なんですけれども、まあキス&ハグっていうねアルバム作ったからなんだけどさ、14曲入っててさ、これ文句じゃないんだよ、決めたのも私なんだけどさ、ボーナストラックなわけよ。そう、タイトル曲なんだけどボーナストラックなわけ。ちょっとお得感を出してみたかったわけ。変なやつでしょう。ね、なんか改めてこう自分のことを紹介するね、30分もあるってなるとさ、自分のこうなんかマニアックさ、なんかこう、まあ、個性的な部分と向き合う感じがしてね、それは何回も撮り直しますよね。そうでね、このキス&ハグなんですけれども、最新の私のラブソングなのね。だからもうね、陽子の気持ちがめちゃくちゃ入ってるの。もうめっちゃ入ってて、でこのキス&ハグっていうアルバムができた時にどこにもツアーに行けなくてですね、ね、コロナの影響を受けましてね、決まってたのに、ね、そう、全国ツアー今年は行くぞって張り切ってたんですけれども、決まってた場所にも伺うことができずに、で鹿児島県のね、去年はね、あ、去年じゃない、ごめんなさい、一昨年よ、2019年の6月にね、鹿児島県では3番目に大きなホールですね、鹿児島市のホールで3番目に大きい1000人入るホールに挑戦して、でその時にね、みんなで東京ドームでコンサートするぞっていう誓いを立てたわけですよ。じゃあ2019年は1000人のホールに挑戦したから、2020年は次に大きい1500人のホールに挑戦しよう、東京ドームのためにね、1500人を抑えるぞって言ったんだけど、見事ねできなくて、4月に開催予定が9月に延期してもそれでもできなくて、まあ、今年ね開催できたらいいなと思っているわけですけれどもね。そうでね、そのキス&ハグを実はね、私だけじゃなくて多くの方々がね、延期とか中止とかね、こう制限されることがありましたよね。で鹿児島県には天文館っていう場所があるんですけれども、ちょっとニュースでも話題になってますけれどもね、そう、その天文館の近くに永田中学校っていう音楽部っていうね、あの合唱も吹奏楽も頑張る部活を持ってる中学校があります。その永田中学校の子どもたちもやっぱりあのコンクールもできなかった、出場できなかったのでね、そう、そういう彼ら彼女たちのね頑張りもちょっと拝見することがありましたので、ぜひ一緒にこのキス&ハグ歌ってほしいって熱い思いでね、こうちょっとお願いしたら、心よく、じゃあ横さん一緒に歌ってみんなを盛り上げましょうっていうことで、歌声でね、そう盛り上げる、そういうお力添えいただきました。なので今日はこのキス&ハグの永田中学校音楽部と一緒に発信しているバージョンをお届けしたいと思います。それではお聞きください。ようこと永田中学校音楽部でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合う。
だ。この広い空の下に愛を咲いた日がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。愛しくてたまらない、守り抜きたいよ。特別な笑顔も全部抱きしめて。今お聴きいただいてます、キスアンドハグ。かっこいいギターソロがね、特徴の楽曲なんですけれども、今ねご一緒してくださってるサウンドプロデューサーの石井さんのねギターソロです。石井さんの紹介をちょっとしますか。石井さんは、ギタリストで作曲家さんでアレンジャーさんで、そしてね鹿児島ご出身なんですよね。そうそう、だからね石井さんは鹿児島愛たっぷり でこのキスアンドハグもね、ミュージックビデオもどこかね、こう鹿児島愛が伝わるところで撮影しよう、じゃあ桜島だってなったんですよね。そう、ご存知の方も多いと思いますがね、桜島、そしてコスモス畑の中でね歌ってるこのキス&ハグのミュージックビデオ、ヨーコオフィシャルの YouTube でご覧いただけます。ぜひご覧ください。ではあっという間にねラジオも後半戦なので、もう3曲目紹介しちゃおうかなと思います。3曲目はね、この番組の名前にもなってます、バニラスカイというタイトルの曲をお届けしたいなと思います。バニラスカイはね、実は私すごくね感銘を受けたワードなんです。バニラスカイと呼ばれるのはきっとね沖縄も綺麗だろうな、まあ、私も沖縄行ったことあるので見たことあるんですけれども、あのね、まあ綺麗でしたよね。私が見た時も綺麗でした。そして毎日綺麗なんだろうなと思ってるんですけれども、朝焼け、そして夕焼け、特にねピンクがかってね、 SNS にみんながうわ綺麗だねって言ってね、こう投稿したくなるようなね空のことを言いますね。そうだからね、私もねこのバニラスカイっていう言葉がね、もう無条件に人が魅了されるっていうあの空が大好きで、だからねこの言葉、もう本当無条件でね、音楽って人と人ね国境を越えてつながれるからこそ、このワードはね私がつながりたいこの心をね表現してくれる言葉だなと思って大事にしてます。そんな私の思いもこもったかっこいい曲、バニラスカイお聴きください。
バニラスカイいかがでしょうか。かっこいい曲でしょ、うん、でもね、このバニラスカイを今日聞いてさ、私ってこんな歌だったっけって思ったわけよもう出だしに戻っちゃうんだけど。だからさ、イッシーさん、この曲歌い直したいね。なんかまたね、今パワフルなさ、ヨーコのさ歌声をさ、もっとねパワフルになってるからね、自分で言うのもねなんですけどね。だからこれは歌い直していつお披露目できるかな。今月中にはね、新しいバニラスカイが、ん、イッシーさんがんって目を開いてるからね、大丈夫、イッシーさんは何でもすぐしてくれるね。はいということで、バニラスカイをね、2021年のヨーコが歌ってるバージョンもお楽しみに。でもね、本当に面白いんですよ。その時その時のね、レコーディングした時の私ってね、その瞬間はマックスなのね。もう一番いい私をお届けしてるんだけど、でもさ、そこからさ、まあ新曲っていうのはその日が一番新しくて、1年5年10年で経っていくとこう古いものになっていくけど、歌はさ、こうどん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 歌ってるから上手になっていくし、思いもね、お客様との気持ちももっと深くなっていくから強くなるしさ、表現力の幅も広がるしね。だから若い時のレコーディングしたての自分もいいんだけど、またライブの今の自分もいいしさ、どっちもいいんですよね、石井さんね。答えはないしね、正解はないからね、そこが音楽の良さなんだけどね。それにしてもなんか私の中で納得いかなかったんだよね、久々にということでね、そんな陽子が、歌い直したりもしてるし、アレンジも新しく変えていただいたりしてる曲がね、フルアルバムのキス&ハグには入ってますんで、ぜひそちらもね、全国どこからでもお買い求めいただけます。陽子ホームページございます。陽子鹿児島ね、 YOKO で鹿児島 .com でね、ホームページ出てきますんで、ぜひご覧ください。そしてこのバニラスカイ、番組宛にね、メッセージやリクエストいただけますと嬉しいです。ぜひこちらのメールアドレス 797@fmgino1.com までね、お送りいただけますと嬉しいです。バニラスカイ宛にぜひリクエストメッセージください。あっという間に、というか30分長かった長かったよ初めてだったからね。もう石井さん、ありがとうございました。普段のね、曲を作ったりレコーディングしたり、ライブで演奏していただいたりね、する時の方がね、私はなんかこう簡単ではないけど楽っていう言い方もね、なんかちょっとあれだけど、うん、楽でしたラジオ、これでね、もう新しい自分と出会えるんだって今日知ることができたので、ぜひ来週以降も新しい陽子に一緒に会いましょうね。そう、そして陽子オフィシャル YouTube、 ギノワン FM ギノワンのね、公式 YouTube でこの収録模様も映像楽しみにご覧ください。ということで、第1回目のバニラスカイお届けしましたが、一緒に頑張ってくださった石井さん、ありがとうございました。この番組はハッピーをテーマにお届けします。ぜひ皆さんの身近にあるハッピーな出来事とかハッピーな思いを、 FM ギノワンのメールアドレス 797@fmginowan.com までお送りください。よくお待ちしてますんでね、ぜひ来週もこの番組バニラスカイでお会いしましょう。では1週間皆さんにとってめっちゃくちゃハッピーでありますように。では一緒にバイバイハッピー。